本当に皆さんに暑い中集まっていただき、本当に嬉しいです。ありがとうございます。皆さん、こんばんは、山本瑞希です。メーテル役の。なんでかわかんないんですけど、メーテル役をやらせていただいてま 原作にないからす。ね。原作にないのに。 よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、こんばんは。どうも、こんばんは。皆さん、本物感、本物感すげえ。いやいやいや、もういつもなんですよ、愛称はマダオで、本名は長谷川泰造っていう本名があるんですけど、でもずっと愛称で撮ってます。立木文彦です。よろしくお願いします。ずっと底辺にいます。どうも。すげえな、嬉しい。ありがとうございます。こちらこそ。よろしくお願いします。もうじゃあトーク始めましょうか。ちょっと待ってください、待ってください。以上のキャストの皆さんでございます。ここまでみたいな感じありますけど。いやちょっと出てるんですか。ごめん、いつもまあちょっといじり、はいはい、いじり程度になんでいいの的なことを言う時ありますけど、はいはい、ごめん、マジ今回マジでなんでいいの。いやいやいや、そこまで。DTV ほら出てますから。え、だってあの役で今回何？いや待ってください、あれみんな知らないのか。山崎。いや山崎だけど、今回別に出てないじゃん。いや出てましたよ、出てましたよね。今日何やってました？あの禁煙編でね。見落としちゃったの。あとあの三つ葉編もやってますから。あ、今日三つ葉編もやったんですか。そうそう、三つ葉編もやってますから。あ、やったの？がっつり出てるんですよ。あ、三つ葉編やってるんだ。そうなんです。じゃあしょうがないか。いや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 、今回立木さんは、はい、もうこれはご本人役っていうことでいいんですかね。そう、なかなかない表現ですよね。ね、本物っていうね。まあ、ね、私服で来てますからね。本物。自前ですよ。自前なんです。ずらも自前で。本物の概念がよくわかんない。よくは、その通りなんですよ、監督。もうオファーいただいてから概念がもうすでに取っ払っちゃって、どこ行っちゃったのかわかんなくなっちゃって。もう中の人じゃないですね。いや、もうないですね。もうそういうもう真面目な感じで、もう彼に言われる。そう、ドキドキしちゃう。そういう澄んだ瞳で言われるとね、もうだって段取りになってる時から、歯医者のあの中から立木さんがこう現れた時のもう興奮たらなかったですもん。おお、仲の悪い二人が何やってんだよって言うセリフで、おい、だまだおだよって。もう現場がもうドーンと受けてる。もう、小栗やぎら、もうみんなでもう、おい。すごい盛り上がった。なんなんすかね、このやっぱり。嬉しかったですよ、俺も。燃えますよね。最初からもう声優冥利に尽きるっていうかもね、ある意味ね。中の人冥利。スタッフもみんなでわーってなりました。いや、その立木さんに予告でドラゴンボールのナレーションをするっていうのも、あれもちょっとよくね、やっぱりこの今回の銀魂2の、もう作品の内容も含めて、プロモーションも含めて、ギリギリどころかとんでもないところ攻めてます。攻めてますよね。自分もちょっと映像を見させてもらったんですけど、はい、最高の出来ですね。あの予告、ね、これ銀河鉄道とかドラゴンボールとか堂々と言っていい感じですか。堂々と言って大丈夫なんじゃないですか。多分皆さんが書かなければ大丈夫です。そういうことですね、はい、なるほど、はい、ではマスコミの皆さん、そこら辺はご理解いただいてと。ワクワクするぞ本当に。もう全てにおいてワクワク、本人じゃ中の人じゃないんだけどワクワクですよ。水木は水玉そのもの、はい、はい、結構な兄オタなんですよ。あ、そうなんですね。立木さんに何か言ってもらいたいセリフとか。何がいいですか。もうね、私よりも立木さん、ナンバー、立木ナンバーワン何、立木ナンバーワン何。あんまりやってない。マダオですよ。マダオナンバーワン。うん、マダオのセリフいっぱい言ってるからさ、本編で。別の何言ってほしいですか。急に言われても困る。ゲンドウだよな、ゲンドウだよな。ゲンドウ、ゲンドウ言ってほしいよな。ここでいよいよ銀魂と A なんとかがコラボするってわけです。 A なんとかが、ゲンドウのセリフ聞きたい。ちょっと本当、じゃあもうね、いきます。じゃあ総員戦闘準備。銀魂2発信だ。なんかもっと言った方がいいです。本編のセリフ聞きたい。本編のセリフ聞きたい。本編のセリフね、はい、そうですね。銀魂2問題ない。来た。やっぱ問題ないわ。いいね。いやいや、問題終わりじゃないですかこれ。終わりですね。これね、ないな。何を見せられてるのか。問題ないですね。いやー、本当ありがとうございます。もう完全まだこれ ありましたもんね、原作がね。ありましたね。完全に。完全に。眼鏡真っ白になってましたもんね。全く区別がつかないですね。もうあの辺りから俺の人生おかしくなった。いや、本当に。もう、
あれ何なんだろう俺っていうね、俺じゃないんだけどね、俺じゃないんだけど俺みたいな、俺がやる、そうなんですよね、そう、あれすごいことですよね。そうなんですよ、だって今回剣道のパロディーをまだをやってるんですもんね。そうなんですよ、もうソラチ先生ですねやっぱりね。で同じ同じ、まあ、言ったら同じ人なんですもんね、同じ人ではないんですけども、そうなんですよ同じ人ではないんですけど同じ人なんですもんね。そうそう、時々ね自分、いや本人がやっちゃっていいんですかね、ちょっと待って俺本人じゃないなみたいな、なんか時々そうなんですよね、最近分かんないけど、すげえ本人じゃないけど、まあ中の人、まあ仲がいい人みたいな、ね、まあね